皆さんおはようございます。小野坂雅也のニューヤング TV 始まりますよ。あいやいやもう早いんだよ顔作るのがよ。 あれ小西くんまたどうしたの今日は。せっかく寺島くんが来てるのに、小野坂さん、はい、戦車持ってきてない。え戦車次回持ってくるって言ってたのに。俺も小西さんから聞いたのに戦車持ってくるって。じゃあもちろんやることがなくなった。どうするんですか今日は。任天堂ラボやろう。せめてノーギャラの人たちには戦車を一台ずつ、ね、言ってくださいよ。言ってくれればね今日何やりますよって言うと。そっち側と繋がってないんだもん。ごめんなさい。そうだよ。じゃあ今後は僕たちに連絡して、うん、分かりましたね。言ってください。言えるかな。いい吉本吉本って言うの言ったけどよく分かんない。さあというわけで今回も寺島くんが、はい、来ました。ありがとうございます。いやまあいつも来ますよ。2週に1回のお楽しみ。スケジュールを普通にバラしていた。見たんです、戦車。そういえばこの話先しとかなきゃね。はいはい、そうそう、それで左側のキャタピラが外れるようになっちゃった。え使用ってこと。だから何かがあの動輪が曲がってんのよ、はい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 、自分で手を加えて、なるほどね。じゃあ小西くん、はい、今日は寺島くんを迎え、はい、任天堂ラボをやるということですが、本当にやれるんですか。おい今までの話を消そうとするな。重要な話だぞ今のは。はい、さあそれで前回は僕と小西くんでロボットの方を作ったんですよ。もう俺どうあのちょっと聞きました。すごい楽しい。ロボットすげえぞ。ロボットすごい。カメラ止まったらやらせてあげるから。やったカメラ止まったら。もう一回やってる、ね、あの後お家帰って思ったんですけど、うん、なぜああいう風な動きになるのかを分解して見るっていうところが大事だったんじゃないのかなと思って。小西くん気づいてなかったかもしれないけど、うん、スッといったあのリフレクターテープを貼ったじゃないですか、うん、あれが重要。そあれが多分何かに反射してるってことよね。こういうことです。あなたいい加減に反応してる。でもね俺めっちゃうまいやん。これもういらないですね、このシール。いや、いります。捨てますよ、今。あなた捨てましたもんね。捨ててないです。置いたんです。ごめんなさいわ。ごめんなさい。はい。いや、はい、いい加減に。だから貼ってないのよ。右にずらすか、左にずらすか。やめろ。後でやれ、後で。今日はだから、任天堂ラボのロボットやつを分解する。違います。違う、あの、ちっちゃい方のやつ。コラボマした。コッパみたいな、ね、バラエティキットみたいな。バラエティキット、うん、僕任天堂ラボ触ったことないんですよ。今日触りますか。初めて。じゃあこれから触りますから、うん、じゃあわーわー言わない。あすみません、はい、すみません。任天堂ラボになると小西くんが設計図をめくる役だから、はい、あの怖いよ。だから2人で作ってた。今日終わりました、頑張ります。前回3時間くらいかかるロボットを1時間半で作りましたから。スパルタ。小西さんの説明書読みがすげえスパルタだったんでしょ、おそらく。すげえな。じゃあ行きましょうか。じゃあ行きましょうかね、はい。ユイユイユイユーチューバーニャン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  TV バラエティキット。さあというわけでバラエティキット、いろいろあるリモコンカー、釣り、おうちバイク、ピアノ、どれやりたいですか。バイク。じゃあバイクね。バイクから行こう。バイクから行く。うん、まあ、うわすげえ。あ、買ったことしないまだ。買ったことしない。出してた。部品がなくなるでしょ。出してへんやんけ、箱からまだポケドムが。ポケドムが。こうやったら板も段ボールが板も。全部で5つのステップあります。5つのステップあります。5つのバイク。あっけなことするな、まだ。怖っ。特殊パーツをビニール袋ごと取り出してると。マークはまだ取り出さなくて大丈夫。もうその手には取りません。左ハンドルを作ろう。まず、AB、ABAB の段ボール。バイクの AB。バイクの AB を出してください。これだ、これ。AB 出して。よく見て、よく見て、間違えないように。この光ってるやつだけ外すねん。これでしょ、うん、これでしょ、これ。出ないとめっちゃ怒られるから。人間理由は怒られるから。申し訳ない。作れない。任天堂さんが同じような色で作ってしまったので、うん、若干見づらいんですよ。ちっちゃい画面だと。もうしょうがないです。超怒られるから。使わないやつは、はい、あー、しまいまーす。はい。はい、こうです。こう早い早い早い。待って、どこどうです。ちょっと待って、何言わんの。おい、はい、こうメガネ。はい、こうサングラス取る。サングラス取る。ただの邪魔なやつでしょ、今。なんか取る。ほんと取った。はい、見えないからね。ニューヤングじゃなくなっちゃう。ヤングだから今。小野坂まさになっちゃう。これもパーツ使います。これ早速使います。はいはいはい、早速使います。これをこうなんかここにこうだ。うん、
次いくよ。あ、はい。はい、はめる。はめ、これははめる。はめる。はい、はめる。はめる。オッケー。上手だった？サス。まだ音はしないけど、うん、クラクション、プッシュ。クラクションだってそれ。ペッペッ。動きますか？あ、動く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 。ペッペッ。箱ができるから、うん、でも刺して刺したから、はい、はい、でこの L こうなってるからここに、おお、でってて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 、抜き刺しいらんねん、抜き刺しいらんねん、オッケー、できた、逆側、あ、ガッチリ君できた、ガッチリ君できた、ストッパーだ、ああ、なるほど、ガッチリ君、はいはい、はい、来るな、カステラのことを来るな、カステラのことを、はい、俺はやってません、俺は渡しただけです、ポジさん、僕はやってません、僕は渡しただけです、段取りがあるでしょ、段取りが、段取りが全部あるでしょ、跳ねました、これもし違うパーツだったらどうしますか、はい、あなたが勝手なことやって、それだけ時間がかかるんですよ、今日終わりませんよ、これめんどくさい僕は言ってません、画面のパーツ全て取り外してください、全部よく考えて外してよ、小野坂さんの方、よく考えて外してくださいよ、よく考えてます、いつも僕はもう見た瞬間わかるんで、それとこう早くこうだ、こうこうして、これがこうだ、これを刺して止める、そして、そこも止める、止める、刺したら止まる、小野坂くん、はい、勝手なことはしない、パーツを眺めるだけ、パーツを眺めるだけ、オッケー、はい、できた、うん、このあとすか、ガチロック、おお、一緒ですか、あとすか、オッケー、オッケー、じゃあ次行こう、レバーできてるやん、オッケー、これレバー、うん、これや、これや、これこれ、はいはいはい、これを裏返して、これは多分この形にこう、なぜマサイはこれ抜いてない、ここ、いや、まあ、だからこっちは寺島くんが、寺島くん作業してたでしょ、今そういうのを考える、先々を読む、すいません、ね、人間に必要な力です、これをギュッギュッやね、すごくギュッといく、魂を込めてギュッ、はい、はい、いい生徒です、ギュッした、ギュッしました、いい生徒です、やった、そこもギュッいく、これはこうだ、そこそこ、ここギュッいく、ギュッだ、ギュッいく、まさやくん、何ですか、何を作ろうとしてんの、作ってないです、パタンパタンや取られた、だってほら一緒に見る、作ってるんだから、はい、はい、分かる、これ分かるぞ、真剣ゼミでやったところだ、わかる、これわかるぞできた、動く動く動く、ちゃんと動く、これも動く、はい、お、すげえ、うん、うわ、面白い、ありがとうございます、ハンドルの持つとこかな、これそうです、見たことあります、おーおーおー、うん、おー、やめますか、いやいやもうやめますか、頑張ってやってますよ、この棒の方を赤いのね、うん、こうや、合わせて、そうそう、こうだ、おお、うん、どうせここ早くされるから、すげえ、はい、できました、飛んでいくよ、もうね、やる気なくなるんで、はい、まさか来たよ、はい、こうです、こうです、はい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 、こうです、こうです、はいはい、なんか、いろいろやっ、速攻できるぜみたいなこと言ってるけど、全然それできないね、え、それできるの、これ、丁寧にやらないと、それできるの、いけるこうです。R が見える、R が見えるように、R が、マサヤの R が見え、見えるように、マサヤの R、マサヤの R、マサヤの R 見えました。ああ、こう。ああ、見えるように、はめ、はめてください。はめた。おうおう。マシクタビリだぜ、俺らの出番だ一つずつ、縦に差し込んでくれ、超いいね。重ねて。あ、違う違う。これ、ん、ん、え、うん、ここだ。ここ、これじゃん、二つとも、はい、ここです、ここ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 、はい、はいはいはい、できた、これ、これを、こっち側の、うん、いい、こうだ、この、ここ、ここ左手はスロットないからね、ここ、ここ、そうそうそう、急に難易度が合ってますか、それで、合ってますおい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 やりましょうかもう、何やねん、二つまとめでやろう、ここ、ここ、こっからやで、こっから、ここをまとめて、こうやって、はい、これを、これを棒状で止めるえ、ここも、うん、そうやって止めちゃううん、止めた、オッケーオッケー、ここも、ここも、これも欲しい、一個ずつ引っ掛けたらいいのね、
そうそう最初に言ったのなんやの、なんでできるよこの二人、なんやの引っかから変異にやったら、ね、あそうそうそう、それやった、はい、入りました、いいですか、はい、できました、うん、はい、ミニハンドルの出来上がり、うん、はい、ちょっと CD シート、さあこれを持ってるのは誰だ、はい、持ってます、さあじゃあまずは中をどんどん抜いていきましょうね、はい、はい、大嫌いなあいつの顔を思い出してガン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 押していってください、わかりました、誰を思い浮かべてるんですか、え、言っていいんですか、ダメです、言っていいです、あ、でもどうせ伏せるわ、早送りだから大丈夫ですよ、いやいや、ダメですよ、どん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 言ってください、皆さん嫌いな声優さんの名前どんどん言ってください、はい、じゃあ奥側からパタンパタンといきましょう、はい、奥側、おー、ハンドル来た、急に、こう、こう、こう、そう、はい、そう、その輪ゴム違うやん、この輪ゴムが違うよ、この輪ゴムが、これね、最初にそれが違うね、これが、うん、じゃあそっちを作ったね、あの大阪さんっていう方がちょっと雑な方だし、ね、違う、俺のせいちゃうわ、ボケ、あ、はい、できた、できた、できました、できた、アクセル確認だ、アクセル確認だ、うん、できた、うん、ゴムのパワーを感じていますか、うん、パワーを感じています、うわ、感じる、大丈夫、寺島くん可愛いっていうコメントが多いから、ね、この段階でそんなことあるか、無理やりグニャってやっちゃダメよそしたらこれが出てくるから